はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、わーということで、今回は股関節の付け根にあるいわゆるね、大天使と言われる部分の出ている方、そこが出ている方というのは、上半身は細かったりふくらはぎが細かったりしても、ちょうどね、この腰周りの部分と太ももだけがね、太くなってしまってですね、ここの骨盤の横がね、出っ張りができてしまって、下半身が太くなってしまいます。そこにむくみが生じたりとか、あとは老廃物が溜まったり、便秘になりがちになったり、骨盤が下がってしまうことによって、太ももの前とか、あとは後ろ側のハムストリングを骨盤が圧迫してしまってですね、太ももが太くなってしまいます。これをしっかり早いうちにケアしていかないと、どんどんですね、お尻と太ももだけがね、太くなってしまいますんで、今回はその鍛える方法、改善していく方法を紹介しようと思います。必ず最後までご視聴ください。そしてできればですね、今回こういったバランスディスクを使うんですけども、もしよければですね、説明欄に貼っときますんで、ぜひ持ってない方は購入してみてください。多分1000円ぐらいで買えますんで、よろしければご覧ください。ではこれを使っていきましょう。ここの大天使という股関節の付け根の骨が出ている方というのは、基本的に内股であったり、あとは足を組む癖があったり、あとは立っている姿勢が外側に重心があったりする方にとても多いです。で、今回ですね、そういう方がスクワットをしてもですね、例えばランジというスクワットをするんですけども、例えばスクワットする際に膝がですね、斜め向こうに向いてしまう、あとは足がすぐ指先が内側に入ってしまって内股でスクワットをしてしまう、そういった方はですね、スクワットを続けても下半身は細くなりません。ということで、今回はバランスディスクを使ってまっすぐ重心を保つトレーニングをしようと思います。まずはボールの上に片足を置きます。反対の足は後ろに下げます。そしてですね、手はできるだけ頭の後ろでいきましょう。で、ゆっくりしゃがんだ際に膝がですね、斜めを向かないように、しっかりまっすぐ向くようにですね、指先もしっかりまっすぐ向くように、このまま立ち上がります。この際、後ろ足は伸ばして前足は少し曲がったままです。このまましゃがみます。で、立つ時に足の重心、そして膝の角度、つま先の方向というのをしっかり見たままで立ち上がります。で、しゃがみます。立ちます。しゃがみます。立ちます。しゃがみます。こういった方法で両足同じようにやっていきましょう。ちょっとバランスがいいので難しいんですけども、つま先の方向と膝の角度が内側向かないようにまっすぐ、そしてまっすぐ立ち上がります。で、降ります。こういう感じでバランスを取りながら、足の重心が外側に行っちゃうと倒れちゃいますし、内側に行っちゃうと膝が内側向いちゃうんで、しっかりね、足の裏の重心を意識しながら、まっすぐボールを踏みながら膝をまっすぐ向けて立つ練習をしてください。これでですね、足の裏の重心が上手になってくるのと、あとはしっかり太ももをバランスよく鍛えれますんで、コツコツやっていけばですね、この大天使、股関節周りの筋肉が鍛えられてですね、徐々に太ももが細くなってきます。はい、お疲れでした。今みたいにですね、できればバランスボールを用意してもらって、こういったね、少しにボイボがついたやつなんですけども、ちょっと空気少なめの方がね、難しくなりますんで、まあ難しい方は空気多めで、バランスいい方は空気少なめでやってみてください。で、しっかりですね、膝の方向、つま先の向きっていうのをしっかり意識して、膝の角度が内側向かないようにまっすぐ膝の角度を向けてスクワットを練習してみてください。これが慣れてくると、普通に立ってる時も足の裏の重心っていうのが外側ではなくね、ちょうど真ん中
ちょっと内側にね、重心が来ますんで、歩いてる時もですね、まあ歩き方が、膝がね、こう、内側向かないように、まあすぐ膝が出るようにね、歩けるのもできてきますんで、骨盤のこの横の部分が出ているよっていう方は、参考にやってみてください。回数はですね、お任せします。これはトレーニングというか、まあ強制なので、まあ疲れるまでしてくださいという形ではなくって、まあ上手になるようにやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、グッドボタンとかコメント、よかったらください。そして、説明欄にブログのリンクも貼ってますんで、ブログもぜひご覧ください。ありがとうございました。